もしも事あるごとにお兄ちゃんと比較し、子供の尊厳を傷つけている母親を見かけたら、周りの人々はどのような反応をするのでしょうか。早速見ていきましょう。4月から生徒会長になったんだよ。へえ。すごいでしょ。うん。うん、選挙でね選ばれたんだって。そうなんだ。うん。すごいよね。うん。ところで、この間算数のテストしたじゃない？ね。うん。もうそろそろ帰ってきたよね。何点だった？88点。算数は特に苦手なんだ。88点？90点取れなかったの？分かんないところってさ、先生にちゃんと聞いてる？そういうところ、お母さん全然理解できない。でもないじゃない。だからあんたダメなのよ。でも僕理科は得意だよ。理科の本はたくさん読んでるよ。得意なだけじゃダメなの。いい点取らなきゃ。お母さんはね、あなたぐらいの時にお勉強もバレエも習字も一生懸命頑張ったのよね。やるからにはいい点取りたいでしょ。あなたどうなの？なんか頑張ってることあるの？ほんと怠け者なんだから。お母さんね、恥ずかしいわ。みたいな恥ずかしい話が出てしまったんですけど。何ですか？おせっかいですけど。まだ小学生ですよね、うん、やりたいことが見つかるのはこれからだと思うんですよ。これなら指示を出すんじゃなくて、お子さんのためにいろいろ経験させてあげた方がいいと思うんです。その方が頑張れることだと思うんです。気遣いどうもありがとうございます。でもね、全部本当のことなんですよね。え、それ直さなきゃいけないの。この子の将来のためでもあるんですよ。家庭内のことなんで関係ないじゃないですか。ほっといてください。いや、子育てはもっと視野を広く持った方がいいと思います。子供相手でも尊重する気持ちを忘れてはいけないんですよ。ちょっとお母さんトイレ行ってくるね。大丈夫？ごめんね、隣で少し話聞いちゃった。お母さんの言うことを気にしなくていいと思う。思うように行動したらいいから。お母さんちょっと焦ってしまったんだろうね。それはいう態度になってしまったんだろうね。まあでもさ、君のことを思ってのことだと思うよ。
った。そうなんです。で、YouTuber そうなんです。そうなんです。で、実はカメラあそことあそこに今カメラがあるんですよ。で、そうなんです。実は撮影させていただいてまして、YouTube これ見たことある。そうです。ある。あります。で、実はそれを YouTube で使わせていただきたいなと思うんですけど、いいす、大丈夫ですか？いいですか？すみません。まあ、いいですか？すみません。ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。じゃあちょっと今は。インタビューとの彼女を撮影させていただきたいんですけど、ちょっと軽くお話伺ってもいいですか？はい、すいません、ありがとうございます。今お母さんに声をかけられていましたけど、躊躇はしなかったんですか？まあ最初は吉野家のことだから聞かないようにしてたんですけど、はい、聞こえてきちゃいます、ね、そうですよね。そうですね。まあ小学生の時に父にサッカーを連れてってもらったことがきっかけで今サッカーやってるんですよ。サッカーの試合を見に連れてってもらったことで自分の中で道を見つけられたっていうか、あの男の子もなんかそういう経験の中で自分の特技や夢に出会えるんじゃないかなって思ってます。お父さんのことは尊敬されていますか？まあ恥ずかしいですけど、まあそう、尊敬してますね。自分もここまでいろいろと伸び伸びと育ててもらってやりたいこともやらせてもらってきましたし、それでなんていうんですかね、サッカーも親父がきっかけでやったものもやったっていうのもあるんで、だからまあさっきのあの男の子にもそういう風に育ててもらえば、そういう環境の中にいればなんかいいなって思ったんで、さっきちょっと声かけさせてもらいました。先ほどの母親、お母さん、あの方を見てどのように思いましたか？いや、子育て中は親もいろいろ迷ったりしますよ。僕もちょっと間違えたりすることもありました。そうですね。はい。ですがそんな中でも子供の尊厳を傷つけるようなことはしないように気をつけてきました。小さくても一人の人間ですから、そこは尊重しないとと思っておりました。今もおっしゃる通りだと思います、どんな相手にでもこの尊厳を尊重することは大切なことだと思うんですよ。ですから個人的には習わせたいことっていうのはたくさんあったんですけど、はい、いや本当に望んでるものや興味のあることは本人しか分かりませんから、いろんなことをさせて本人の気持ちを聞くのが一番いいんじゃないかと思っていました。そこから大好きなことを見つけてくれたらって思ってました。いや、子供が大好きなことに出会えたことは親としては本当に幸せなことです。